おはようございます。5分で学習理科、報徳学院学習ブログの星です。今日は花の作りについて学習しましょう。絵を見ていろいろな名前から覚えていきましょう。まず花の中心にあるこの部分はめしべです。めしべの一番上、先端の部分を柱頭と言います。めしべの下の方の膨らんでいる部分、この部分を子房と言います。子房の中には小さな粒があります。この粒のことを胚珠と言います。めしべの外側にはこのようにおしべがあり、おしべの先端に花粉が入った薬という部分があります。そして外側に花びら、そしてその外側に萼があります。めしべの中頭に花粉がつくことを受粉と言います。花にはこの絵のように花びらが一枚一枚離れてついているもの、こういうものがあって、このような花のことをリベンカと言います。これに対しツツジのように花びらが根元でくっついて一つになっているもの、こういう花のことを合弁花と言います。また植物にはツグや松のように花びらや萼、子房がなく胚珠がむき出しになっている、そういうものがあります。このような植物を裸子植物と言います。これに対し先ほどの絵のように子房の中に胚珠が入っているもの、胚珠が子房に包まれているものを被子植物と言います。どちらも種を作って仲間を増やしていきます。このように種で増えていく植物を種子植物と言います。今日の理科はここまでです。どうもありがとうございました。バイバーイ。